ちょっと結果残そうとすなってシンプルでいいのにめっちゃ美味しいです。うまそう。うん、いい朝最高で。今からですねアジアスーパーに行きます。ちょっとオーストラリアでもやっぱ日本食食べたいなっていうことで、もっとなんかなんていうの、調味料とか欲しいなと思いましてね、日本食スーパーへ行きます。今回がオーストラリアに来だしてから12年目です。初めて来たのが15歳か16歳かな、高1の冬に来ました初めて。で、まあ、そこから毎年のように冬は 1,2 ヶ月オーストラリアに来て、もしくはハワイに行ったりはしてたんですけど、もうそれぐらい長くオーストラリアに来ています。オーストラリアに来だした理由は、今までこそブラジルが結構強いんですけど、オーストラリアが世界一みたいな、世界一の選手がいっぱいいるみたいな感じだったんで、もうそこで揉まれようと思ってオーストラリア修行を始めました。まあ、なんかその時は自分が昔に住んでた、10歳ぐらいまで住んでたマンションにの1個上の階に住んでた人がサーファー でその人がオーストラリアに行くみたいな、でオーストラリアに行って、そこからまあ何年もそこに住んでたんですけど、いつか会期もおいでやみたいな感じで言われてて、じゃあまあ、ほんまに10年越しとかに僕が16歳になって、一回連絡してみて、その人を伝ってオーストラリアに行って、でその人の家に
が投げ合わせてます。その人の家に、転がり込んで1週間か3週間から始め生活してましたね。で、生活のスタイルはもうひたすらサーフィンです。英語も全然喋れないし、なんかどこに行ったらいいかも分かんないんで、とりあえず歩いて海行って毎日サーフィンして、どんな波でも毎日そこでサーフィンしてましたね。で、週末になるとその人の女性だったんですけど、その人のパートナーがボディーボーダーで、そのボディーボーダーの彼パートナーが海に連れてってくれて、でもボディーボーダーが好きな波なんで、もうめちゃくちゃダンパーなんですよ、チューブなんですよ。なんかその波を一生やってたらもう覚えてます。まあ、それ以外はずっと家の前のビーチでサーフィンしてましたね。で、たまにバス乗って、スナッパー行ったり30分ぐらいかけて、そのバスの乗り換えとかもめちゃくちゃ大変で、なんかなんていうのな、それもまあ経験でしたね、思い出です。バーレヘッズ行ったりもしてましたね。まあ、そんな感じで戦って、まあ、ネットもなかったんで、マクドナルドにお昼は行って Wi-Fi を使って連絡取ったりとかしてたのも懐かしい思いです。そんな修行を重ねて何年も行って、で21歳、22歳ぐらいでやっと自分で家を借りて、それまでは今もずっとお世話になってるまさしくんっていう人がいて、10個上ぐらいのもうサーフィン大好きな人で、まさしくんの家に転がり込んで、いつもまさしくんにサーフィン連れてもらって、遠征もまさしくんに連れてもらってみたいなんで、オーストラリアのお兄ちゃんみたいな人がいるんですけど、オーストラリアって日本人も結構多いんで、いろんな寿司トレインっていう寿司屋さんをやってる人もお世話になったし、コカメさんっていうファミリーもいるんですけどお世話になったし、もうたくさんの人にお世話になりながらやってきましたね。ネトリックっていうサーフショップもすごく助けてくれたし、はい、なんかすごく思い出のある場所です。なんかファミリーがいっぱいいるって感じです。で、もう3年ぐらい行けてなかったんで、やっと帰ってこれたんですけど、やっぱりオーストラリアってなんか自分にとって特別な場所だなっていうのは肌で感じる感じで、朝起きても気持ちいいし、寝る前も気持ちいいし、サーフも調子いいし、なんか生活がすごく合ってて、多分いつか住んでんじゃないかなとかもちょっとふわっと思ってます、ここで。いや、まあ仕事が日本でね、カメラのとか映像も頑張りたいんで、写真映像なので、まあ、それを世界中でできるようになったらとか、落ち着いたらこっちに住んでもいいし、もしくは今のペースで冬だけオーストラリア3ヶ月か住んでとかでもいいなとか考えてたり、まあ、なんやろ、無駄な邪念がないというか、すごく自分らしくいられる場所です。うん、っていう感じかな。めんどくさなのじゃないですか。何や、スポンジ留学さんが好き。I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true. そう、初めてじゃあオーストラリア来る人とか、行きたいなって考えてる人に対して、ちょっとこれからオーストラリアの良さを語りたいと思うんですけど、サーフポイントはめちゃくちゃあります。で、西オーストラリアもあればゴールドコーストもあるし、パースっていう場所、西オーストラリアとか、まあ、このシドニーエリアもすごくいい波ですし、まあ、バイロンベイとか、まあ、いろんなところ行きました。コフスハーバーっていうところも行ったし、で、その中で目的にまあ良かったのは、まあ、ゴールドコーストに滞在することですね。で、サーファーズパラダイスっていう場所があるんですけど、お名前の通りサーファーズパラダイスで、まあ、そこでサーフィンもできるし、街なんで、街と海がすごく共存しているみたいな場所なんで、まあ、ショッピングもできるし、夜のナイトライフもカジノが近くにあったりとか、遊園地、ちょっとした遊園地と、まあ、遊園地って言っても観覧車だけかな、今もあるんかな、まあ、ちょっとなんかわかんないんですけど、観覧車があったり、銃を、本物の銃を撃ってる場所があったりとか、いろいろあるんですよね。クラブがあったりとかバーがあったり、そういうサーファーズパラダイスっていう場所に滞在が、多分サーフィンも、なんてやろう、
ライフスタイルもすごく充実すると思います、観光っていう意味でも。で、そのサーファーズパラダイスからバーレーヘッズっていう場所20分ぐらいで行けるんですけど、そっちの方行けばなんかもっとオーストラリアカルチャーっていう感じで地元の暮らしができます。カフェがあったりとか、まあ、アサイボール美味しいところで、地元の服屋さんとかサーフィンショップなんでもあるんで、そのバーレーヘッズっていう場所もいいです。でバーレーの丘があって、そこから波が見えて、そこでもサーフィンするできるんで、しかもポイントブレイクでめっちゃいい波です。バーレーヘッズに住むのもいいですし、でよく多分聞いたことあるのがバイロンベイっていう場所でしょ、ヒッピーの街って言われてるんですけど、そのバーレーヘッズは、あ、じゃあそのバイロンベイはなんていうのかな、本当にみんななんか自分の好きなように生活してる感があって、もうひたすらなんかサーフィンしてんやろなみたいな、バンライフとかバンで生活してる人も多くて、まあ、街も服屋さんもいっぱいあるし、なんかキャンドルとかオーガニック食品とか、インテリアとかもめちゃくちゃあって、そのバイロンベイも街としては行ってみるべき場所かもしれないですね。でサーフィンはそんなに波は大きくなくて、バイロンベイはいつもなんか結構ちっちゃくて、でポイントブレイクで、なのでなんかロングの人とか初心者とかファンボードの人とかはいいと思います、そこは。なのでそっちもおすすめです。まあとりあえずそうですね、ゴールドコーストがやっぱり行ってみてほしい場所だと思います。初心者の人もほんまに絶対いいし、上級者の人もいいし、観光目的でもいいし、そうですね、なんか何でもできる場所だと思うんで、まあ、オーストラリアのおすすめはそんなところです。